エリザベス・ロフタス、エリザベス・ロフタス、エリザベス・カイ・ラフトス、1944年10月16日体は、アメリカ合衆国の認知心理学者。抑圧された記憶の概念に対する批判や後に与えられた情報などによって変容する理の記憶、虚偽記憶の生成について研究している。実験室内に留まらず、幼児期の性的虐待の誤った記憶など、 研究の成果を広く司法の場に反映していることでも知られる。記憶と目撃証言に関する研究の第一人者である。ロフタスは2002年20世紀で最も影響力のある100人の心理学研究者の58番目に選出され、女性では最高位であった。カリフォルニア州ロサンゼルス生まれ、1966年に カリフォルニア大学ロサンゼルス校で数学と心理学の学士号を取得。1967年にはスタンフォード大学で心理学修士号。1970年に同大学で心理学博士号を取得している。ロフタスは様々な裁判に参加しているが、卒位側にはほとんど回らないため訴える側からの評判は非常に悪い。ロフタスはテッドバンディ。 OJ シンプソン、一連のヒルサイド・ストラングラー、丘の上の考察馬たち、マクマーティン保育園裁判の従業員などの裁判にも参加してきた。2006年8月に、イラク戦争における CIA リーク事件関連の、ルイス・リビーの裁判で司法の場に呼ばれたが、彼女の研究の方法論の不備が指摘された。彼女は、ほとんどの陪審員が記憶を、 ビデオテープのように見なしていたと著書で述べたが、実際には、彼女の研究では、陪審員になる可能性のある人物の46%しか、そのようには思っていなかったと、ケンジ・パトリック・フィッツ・ジェラルドは指摘した。現在、カリフォルニア大学アーバイン校の心理学科、社会行動学科、犯罪、法律及び社会学科、認知科学学科の特別教授、 学習と記憶の神経細胞学センターフェロー。また、シアトルのワシントン大学教授も兼任、アメリカ芸術、科学アカデミー、会員。元アメリカ心理学協会、科学的心理学会の前身会長。スケプティカルインクアイアリー、会議論者、チーコップ執行委員。法律学の教授でもある。ロフタスは、二石億症候群財団の科学者。 専門家諮問委員会のメンバーでもある。2011年9月16日には、日本心理学会第75大会にて、日本大学100周年記念館アリーナで、招待講演を行った。ロフタスの長年の主張は、ケッチャムとの著書、抑圧された、記憶の神話にて簡潔に表現されている。以下、翻約2章、わずか8ページであるからの引用になる。ロフタスの主張は、 まとめると、このような脳内で記憶は認知的事実、見たもの、聞いたものが保存されているわけではない。記憶の早期、思い出すことは、記憶の動的モデル、思い出す時に再構成されているという主張に尽きる。ロフタスとワシントン大学は2003年にニコルタウにより、タウをケーススタディとして扱った2002年の出版物に対し抑圧された記憶。 回復した記憶についての正確性に関し訴えられた。その訴訟は、プライバシー侵害及びその他の不法行為のための、ものであった。結果は、ロフタスに対する21の訴状のうち20は、市民参加に対する戦略的な訴訟、として知りけられた。2007年2月、カリフォルニア最高裁大法廷は、タウの義母に対するインタビューの中で、ロフタスが、 公員の上司であると誤って述べたとする主張以外のすべての訴状は却下した。このケースは2007年にロフタスの保険会社が裁判と法的な経費を支払うより7500ドルの和解金を支払うことに同意して一応の解決を見た。2007年の11月、タウは他の訴訟による24万6000ドルの支払いを要求した。2009年、 ロフタスは彼女自身によるこのケースの分析結果を出版した。回復した記憶の理論への批判及び記憶の性質と保育園などでの性的虐待の可能性に対する社会的恐怖の一部に見られた虚偽の児童性的虐待の主張について証言した後でロフタスはダイアナ・ナポリによるネット上での誹謗中傷を受けた。陰謀論者であるナポリは ロフタスが悪魔的儀式虐待、またはより巨大な陰謀の一部であるこれらの犯罪を隠蔽する死をしていたと信じていた。ニュージーランドでの学術的な会議で演説した後で、ロフタスはナポリのウェブの記事を論拠とし、ロフタスが子供を虐待していると非難する抗議グループに行って詰め寄られたことがあった。幼児と女性に対する犯罪を擁護する学者として、脅迫も相次ぎ、 一時期はボディーガードをつける生活も送っていた。ロフタス本人のいくつかの証言のうち、ホロコーストに関するものを、マイケル・シャーマーが一部を紹介、考察している。シャーマーは同書において、1987年に、ロフタスが10万人のユダヤ人殺害に手を貸したと、訴えられた被告の証人を依頼され、結局は、証言できなかった彼女を、批判はせずにいる。なぜなら、 彼女はユダヤ人であり、被告人を有罪とする目撃者の記憶は、科学的に言うと確かとは言えないとする彼女の立場の苦しさは理解できうるからというものであった。実際、シャーマーの引用によると、証人のうち5人は被告人が有罪とする証言をしたが、他の23人は明言せず、結局はその被告人は無罪になったという。ロフタスが、 被告人を有罪と証言する発言と有罪か、どうかはわからないと証言する発言の、どちらも古い記憶に基づくものであり、信頼性は高くないと仮に証言していた場合、判決がどうなっていたかはわからない。ロルフ・デーケンは、著書、フロイト先生の嘘にて、ほんの些細な暗示によって記憶が書き換えられてしまう、ことから考えても、過去の出来事の映像がそのままの形で、 記憶の名に保存されているなどということは全くありえない話であると心理学者エリザベス・カイロフタスは指摘している文庫版199ページより引用という形で彼女の発言を引用するとで心のどこかに過去の体験の映像が完璧な形で保存されているという不死の古いとト流精神分析学における無意識の存在の否定の根拠の一つとしているスーザン・クランシーは 著書、なぜ人はエイリアンに誘拐されたと思うのかにて、記憶の研究における世界的な権威である。エリザベス・ロフタスは、実際には起きていない、心的外傷体験の記憶を作り出した人たちの事例を、数多く研究している。と紹介することで、アブダクション、地球外生命体、いわゆる宇宙人に誘拐されたとされる事件が、偽りの記憶であることを示唆している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。